ファイト。アンジュルムの室田瑞希です。コブスファクトリーの和田桜子です。せーの、ハロステスタート。はい、カットします。以上で、本日の撮影すべて終了になります。ご協力どうもありがとうございました。ハロステ始まりました。はい、よろしくお願いしま す, ま, す。まずは改めて自己紹介をしたいと思います。アンジュルムの室田瑞希です。私が最近気になっていることはですね、映画館のポップコーンが気になっているんですけれども、はい、あのモーニング娘。17の飯久保春菜さんから、映画館のポップコーンの塩味にバターが増量できるって聞いたんですよ。なので、あの、私すごいなと思ったので、そこの映画館でできたんですけど、他の映画館でもできるのかなっていうのが気になってますね。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。ぜひやりたい、他の映画館に行った時にやってみたいなと思います、はい。そして私は、はい、コブスファクトリーの和田桜子です。はい、あの、そうですね、私が最近気になっていることは、はい、前髪についてなんですけど、今あの結構短くしてるんですけど、そうですね、これは訳があって、はい、ちょっと長くしてた時に、うんうんうん、前髪でちょっとくるってして、うんうん、毛先を外側に流れるようにしてたんですよ、うんうん、でもある時から前髪の毛先が内側に来るようになっちゃって。私もなんですよ。あ、何か解決方法ありますか？あの、これは私何回も自分のこう髪の毛の癖が結構内側に入る癖があるんですよ、はい、だからこう例えばここの部分あるじゃないですか、それをアイロンでこっち側に普通にやるとくるんって内側に入っちゃうんです。だから外にこうなんかうねるようにやると良くなりますね。だけど、なんか何回もやってみることが大切。やってみます。ありがとうございます、はい。前回の似顔絵の感想ですが、はい、見ましたか？見ました、見ました。どうですか？椿ファクトリーの新沼空ちゃんが私の似顔絵を描いてくれたんですけど、うんうん、はい、今までつい先日までやらせていただいてた、うん、舞台の衣装を着た、うん、は来た時の私を描いてくれてて、 JK 忍者ガールズ。そうなんです。周りに桜も描いてくれて、すごい可愛く描いてくれて、わかりやすいですね、うん。私はあのモーニング娘。17の石田あゆみさんに描いていただいたんですけど、はい、石田さんらしいこう目の形というか、私結構石田あゆみさんと似てるって言われることが多いんですよ最近。髪型とか、あと背の低さとかですかね、が多いので、
でも可愛く描いていただけて嬉しいなって思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。さて最近のアンジュルムはですね、ライブツアーが始まりました。おめでとうございます。どうですか、拳ファクトリーは。はい、そうですね、私たち拳ファクトリーは先ほども言わせていただいたんですけれども、うんうん、舞台 JK 忍者ガールズが終わって、はい、今はあのハロプロ研修生発表会の練習リハーサルの真っ最中ですね。頑張ってください。はい、ありがとうございます。今回はこんな2人でお送りします。寒いね。冒頭では3月29日に発売になりますキュートのラストシングルからファイナルスコールのミュージックビデオハロステイビットをご覧いただきました。はい、ついにキュートさんラストシングルですが、どうですか。そうですね、でも、はい、かっこいいですよね、やっぱり。本当にかっこいい。でも今歌詞出てたじゃないですか、うん、歌詞とか見ててなんか本当にラストシングルなんだなって思って。ちょっとそうだね、もう最初のさ、もうポーズしてるところからかっこよさが伝わる。はい、もう本当にこの曲はですね、ファンの方たちと一緒にこう撮影した、一緒に作った MV になっているんですけど、もうとってもなんか賑やかな感じで。そうですね。でも本当にあの雨とかも降っててね、すごいかっこいいなって思いました。風邪ひかないでね。ハロプロ研修生北海道です。インディーズファーストシングルからリアルリトルガールのミュージックビデオをご覧ください。どうぞ。
いただきましたがどうですか、はい、そうですね、あのハロプロ研修生北海道のみんなとは、うん、お会いした機会っていうのは結構少ないんですけど、そうですね、こうやって映像であの表情とかアップで見てすごい可愛いなって思ったし、方言が北海道ならではでいいなって思いました。北海道弁ですね、可愛い。私はですね、あの北川ちゃんいるじゃないですか、はい、ハロプロ研修生のめっちゃあの身長が高くてもう整った顔でスタイルも良くてもう本当に完璧だなと思いますね。私もあんな大人っぽい感じになりたいなって思いました。はい、インディーズファーストシングルリアルリトルガール彼女になりたいハロプロ研修生北海道バージョンは今後のコンサート会場でも販売予定ですのでぜひチェックしてみてください。おかえり、アンジュルムです。3月5日柏パルーザからスタートしましたアンジュルムライブツアー2017春リンより、恋ならとっくに始まってるをご覧ください。どうぞ。もう止めたりはできないよ。どうなるか分かんないけど、そう受け止める。だってもうとっくに始まってる。大気運本堂少し目立ってみたい気持ちが大きくなってる。なぜ私を好きだというの、なぜ私のここを好きになったの。まだまだ自信はない。何もかも脱ぎ捨て君の愛を受け止め、この一歩を進めばまとめたりできる。遠くに始まってる、恋なら始まる。
ご覧いただきましたが、どうでしたか？はい、私個人的に恋ならとっくに始まってるが、はい、アンジェルムさんとある対バンイベントで一緒になった時にやってるところを生で見て、そっからすごいこの曲が大好きだったので、嬉しい、見れてよかったです。このライブはですね、今回のこの見ていただいた映像は、いつもはセリフ、最初のセリフの部分を和田彩香さんにやっていただいてるんですけど、はい、今回は私が、やらせていただいたんですけど、とても緊張しました。今回のライブツアーの見どころはですね、今回衣装が勝田里奈さんが選んでいただいてるんですよ、全員の。そうなんですか？そうなんですよ、プロデュースしてくれて、この人にはこれが合うかなって、そういうのも見どころの一つでもあるし、こう一人一人が成長したところをぜひ見ていただきたいなって思います。すごい幸せ。こぶしファクトリーです。3月4日に舞台 JK 忍者ガールズ全公演が終了しました。こぶしファクトリーからのコメントをご覧ください。どうぞ。こぶしファクトリーです。舞台 JK 忍者ガールズの公演終了しました。今回ね、こぶしファクトリーにとって2年ぶりの2度目の主演舞台となりましたけど、はい、どうでしたか？はい、はい、私は服部ココアっていう文学的少女の役を演じさせていただいたんですけど、個人的になんかすごく役作りが苦労したなっていうふうに思ってて、なんかやっぱり本番になってもちょっと自分の思い描く服部ココアになんか近づけなかったり、そういうのが結構多くて、なんかどうしようって悩んだりした時もあったんですけど、なんかいろいろとその先生から指導を受けて、なんかどん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 成長していくことができたんじゃないかなと思って、すごくいい舞台だったなと思います。はい、はい、私は霧隠れノエルという役をやらせていただいたんですけど、この役はすごい天真爛漫で明るい役で、本当に今まで私がやったことないような役だったんですよ、なのでこう新鮮な気持ちでできたんですけど、なんか自分でもこうやろうこうやろうっていうふうに決めたので、なんか表現力がこう広まったかなって思います、いやもうね、今回ねいろんなことをやってきましたけど、舞台初めて立てとか、はい、成長できた部分とかどうですか？そうですね、私和田桜子は、成長できた部分っていうと何ですか、私にとって舞台をやらせていただくこと自体が2度目で、演技っていうものあんまり分かってなかったんですけど、この今回やった舞台で話を聞いてからのリアクションとかができるようになったのかなっていうのが成長かなって思います。おっ、本当だ。いや、本当にこう私たち自身もちょっとずつ成長してるんじゃないかなっていうのが実感できましたし、本当に成長したねってたくさんの方に言ってもらえて、本当に嬉しかったそんな舞台だったんですけれども、はい、なんとこちらの舞台、はいはい、7月17日に映画化されます。今回のこの舞台はここからこっちの東京チームとなにわチームでね、4対4に分かれての直接対決だったんですけど、こっちのなにわチームはね、なんと映画ではね、おやじさんたちに憑依されたんですよ。乗っ取られちゃいました、おやじさんのね、もう体を。いつもはやっぱ私女子高生じゃないですか、普通の女の子だからね、女の子なんですけど、やっぱ親父に憑依されたらこんなになっちゃうんかみたいな。本当に自分たちでやっててもすごい楽しかったし、普段からもうね、私たち親父っぽいっていうか、そう、この4人がぴったりなんだよね、雰囲気的にちょっと親父っぽいよね、だからすごい やってて楽しかったです。4人の親父役の方に実際に演技指導もしてもらって、なんかいろいろアイデアを出してもらったり、ここはこうした方がいいっていう風に教えてもらって、すごい本当に親父に近づけたんじゃないかなって、より一層ね、楽しかった、はい、いやもう本当にね、そんな4人の渾身のお芝居にも注目していただきたいなって思うんですけど、もう本当に映画撮影自体私たちね本当に初めてだったので、そうだね、本当に初めての経験がたくさんあってね、いい経験をさせていただいたので、これからもねこの経験をこれからのねこぶしファクトリーにつなげて、これからも8人で一丸となって頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さんねぜひ映画の方ね、全国主要都市いろいろな場所で上映させていただくということで、はい、ぜひ見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、こぶしファクトリーでした。バイバーイ。
きに来てね。焼きにん。さあ、ご覧いただきましたが、今回の舞台はどうでしたか？はい、そうですね、今回の舞台は、はい、忍者ガールズというタイトルだけあって、うん、忍者に自分たちがなりきって、うんうんうん、盾をやったりしたので、うん、初挑戦が多かったんですけど、すごい楽しかったなって思います。結構難しかったです ね私もこうゲストとして1日だけ参加させていただいたんですけど、はい、私はカラオケ店員役として参加させていただいたんですけど、とっても面白かったです。舞台私一番好きなシーンがあるんですけど、和田さくら子ちゃんと小川れなさんで、はい、吹き矢を吹くシーンがあるんですよ。そこの小川さんの演技と和田さくら子ちゃんの吹き矢型のペナントのペンというところが私はすごく大好きなのでDVD が出たら皆さん見てみてください。ありがとうございます。村田さんのゲストもすごい面白かったです。本当ですか？もうとっても楽しかった。本当に。はい、そんな舞台 JK 忍者ガールズだったんですけど、はい、こちらの JK 忍者ガールズ映画化が決定していまして、お7月17日に公開されるので、はい、皆さん楽しみにしていてください。ます。大丈夫、頑張ろうね。モーニング娘。ワンセブンです。3月8日に発売しました63枚目のシングルよりジェラシージェラシーのダンスレッスンの模様をご覧ください。どうぞ。ジェラのジャンプは一緒で、ジェ、ジェ、うん、ジェラシー、ジェラシー、横だ、ジェラシー、うん、シー、で、ダウン、ダウン、ラーラーラー、一緒です。で、ジェラシーが全部、ジェラシー。でこの指を目の横まで、そうで、うん、ジェラが、左目の、うん、でシーがこの外、はい、うん、あ、最後みんなこれに変わります。ジェラシー、指揃え、うん、ジェラ左目外、シー、顔の外まで指が、はい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 、最後みんなで指開かない、指開かない、うんうんうん、うん、そう、でジェラシー、うん、でウィンウィンっていうのは一緒。じゃあ2、3、4、5、6、7、8でチェンジで、はい、ちょっと待って、もう一回やって、はい、最初ずれて始まる、はい、ジェラシートゥシーフォーファイブシックスジェラシートゥシーフォーファイブシックスでもいいや、ファイブシックスセブン、うん、ジェラシー、指揃えて、うん、ジェラシー、トゥースリーフォーファイブシックス、ジェラシー、トゥースリーフォーで変わりたい、うん、ジェラシーダダ、ジェラシー、そうそう、はい、でなるべくここを、前後にこう動きたいから、ここを左右に右の上げることによってちょっとぶつからないように工夫してほしいんです、はい、なるべく最後に広がりたく、はいはい、はい、これは直立ですか？ん？足はどうなってますか？左に4、ジェラシー、うん、左に乗るか、サビで私たち2人だけでジェラシー言ってる時は、では一発目がジャンプで、この間でしょ、はい、ジャンプで、ジャンプで、じゃあ一発目ジャンプで、1と3がジャンプ、2個目は左寄ります、うん、2個目は、はい、ジェラシー、はいはい、うん、ありがとうございます、はい、いくよ、はい、
ジャガ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 ジャジェラシータツタスイフォンファイシックセブエシマウノデハキャンされたいジェラシータツフォファファファジェラシータツフォファシックセエイドンドンドンジェラシーこの移動どうでしょう。ここだ、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 ちょっと待ってください。お、中から行った方がいいかも。はい、嬉しい。わー、前向いたままいけない。ワン、ツーってもうツーから下がって、はい、うん、ワン、ツー、スリー、フォーみたいな。はい、でも横山ちゃんはこっち。横山はこっち。ありがとう。一人だけなの。一人だけ。うん。うん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 。はい。ジェラシー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、ファー、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、だから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 はい、人間頑張るときなんて結果やっぱりメイクジェンダーチーム嬉しい世界明日を作る嬉しい自分が戻っていくときの、が、キッドさんとか先に行っちゃうんですけど、こうなりましたね、多分。だから今こうなっていっちゃってるか。あ、なくない？こっち向いてるから。カウントで決めた方がいい。そうですね。こうで、こうで、じゃあ横になれるように。はい、はい、こうでまだ確かに下がる、こっちじゃないかな、こっちか、こっちじゃないかな、こっちじゃないかな、ありがとうございます。ちょっと白いぐらいだね、こっち白いぐらいだよ、赤じゃない、あれこっちだけ、なんでなんでさ、なんでぶつかっちゃうと思ったから、なんで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 できてないの、これ指先のも、うん、指先横って思ってたからこうなっちゃった。前まではない、前で見てる感じ、そこまで見てるのが見えない、わかりました、でももっと動かないとどうするの、サビ前のこと指先だって、そう、目線、指先方、はい、目線、はい、目線、あと、あとこれの歩き方がね、なんかね、なんかなんだろうな、なんか頑張らなくて、お休みに見えちゃう人がほとんどで、はいはい、もうちょっとヒールで歩いてるのを想像して、はい、今絶対みんなスニーカーだもん、はいはいはい、そうだからこれが下がる時でもなんかなんかヒールでなんか行ってる感じが欲しいんだけど、もう完全にお休みみたいななんか見え方になっちゃうから、はいはいはい、先生、先生、はい、これで移動してきて、あのこれってやるときに中向くのか、もうこれで中向いちゃってスタンバってるのか、
今いろんな人がいて、来て、もう下待ってる人と前向いて、これでパッて向く人と、どっちもいて。最後に向きたい。向きたい。最後。はい、これも最後ですか？移動してきて、エイト。ここで初めて。うん、エイト。はい。はい。はい。うん。そう、そこもみんなもっと粘っていけない？粘って、粘って。すごい軽いんだよな。はい。ぐにょって感じ。ぐにょ。こう肩をこうねじり絞るような感じ。あとこの手がもうちょっと高い方がいいな。あ、はい。ごめんなさい。忘れた。ちょっと肘の位置高め。はい。あ、そっか。これの人たちの、ここの時の足って、うん、もう真後ろに。あ、うん、うん、こう。これぐらいで、気持ちこれぐらいで大丈夫。気持ち。はい。ありがとうございます。うん。こっちもこうです。ご覧いただきましたが、はい、かっこよかったですね。かっこよかったですね。私はあの香川楓ちゃんがすごくかっこいいなって思うんですけど、歌ってる時も踊ってる時もいつでもかっこいいですね。香川楓ちゃんはあの何かダンスレッスンとかやるじゃないですか、はい、あの自分たちの気をつけてるところとか心がけてることとかありますか？そうですね、あの私は結構無意識に、うん、あの例えば手だけの振りだったとしても、うん、ちょっと手だけの振りだったとしてもなぜか足も一緒に動いてたりとか無意識で間違えてることが多いので、あるあるなやつ、そういうのがないようにみんなで確認とかはするようにしてますね。おー、あーでもそれありますね。結構間違えて自分だけ間違えて覚えてちゃってるところとかがあるので、はい、私はなるべく早く覚えてこうやってやった方がかっこいいとかをすぐできるようにしてますね。それを気をつけてます。私はジェラシージェラシーで好きな部分があるんですけど、はい、ラップの小田さくらさんのクイーンスグリーンジューのところがすごく好きですねはい、そんな感じですかねはい、続いてはこちらのコーナーです。さあ始まりました、アンジュルムのスポーツのお時間、司会を務めますジョジョ軍団鈴木圭太です。よろしくお願いします。そして回答者はこちらの皆さん、お願いします。よろしくお願いいたします。さあこのコーナーでは知っていて損はないスポーツに関するさまざまな雑学をご覧の方々と一緒にクイズ形式で学んでいこうというコーナーになっております、はい、さあそれでは最初のスポーツのお時間です。問題はこちら。ラグビーでノーサイドといえば次のうち何を表す？1. 大逆転 2. 試合終了 3. 選手入場。さあ皆さんお考えください。ノーサイド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 。あ、でもそんなテンション低くないですよ。ノーサイド。さあ皆さん書けましたね。はい、はい、それでは回答一斉にオープン。中西さん2番試合終了、竹内さん3番選手入場、はい、そして室瀬さん2番試合終了、そして笠原さん3番選手入場。自信のほどはあります。ほう、聞いたことがある。あります。ある。え、室瀬さんはないないけど、でも試合終了だと思った理由とかある？だって選手入場は、うん、ノーって言ってるのに、うんうんうん、入場しちゃってるから。なるほど。試合終了だとノーサイドみたいな。ほうほうほう。意外とノーとかはそういうなんか否定的な意味、英語のノーとは違う気がする。正解を発表したいと思います。正解はこちら。
2番試合終了でございます。ということで中西さん村瀬さん正解でございます。ラグビーでは激しく戦った両方のプレイヤー選手が試合終了の瞬間に敵味方の区別をなくしお互いの健闘を称え合うという精神から試合終了の合図をノーサイドと呼ぶ。あ、結構激しいから、まあね、戦って最後試合終了ってなった時にもうこっちの陣地もこっちの陣地もない、あ、そういうこと、サイドはないよ、ノーサイドですよと。いや、なんかいい意味ですね。そう、恥ずかしい。そうそうそう、結構いい意味なのよ。めっちゃ恥ずかしいじゃん。問題はこちら。ボクシングの試合で勝ち目がない時にセコンドが投げるものは何？1サジ、2タオル、3紙テープ。さあ皆さんお考えください。もう一回言うと問題よ。セコンドついてる人よ、選手いるじゃん。お水とかあげる 人と、そうそうそう、監督みたいなもんかな、うん、さあ皆さん書けましたね。はい。さあそれでは回答一斉にオープン。じゃん。中西さん1番のサジ、そして竹内さん2番タオル、そして室瀬さんも2番のタオル、はい、そして笠原さんも2番のタオルということで1人だけサジになっておりますけども。サジはなんか投げるものかなと思って、うん、はい、正解を見てみましょう。正解はこちら、2番のタオルでございます。思ったもん。中西さん以外が正解でございます。選手がダウンしてレフリーがカウント中にセコンドがタオルを投入すると KO 負け。まあだからね、選手に投げるというよりリングに投げ込むっていう感じかな。で、試合の進行中セコンドが選手の試合続行が不可能だと判断してタオルを投入すると危険とみなされてレフリーストップで TKO 負けとなる。そうでございます。面白い。また国によってタオルなどの投入をルールとして認めてない場合もあるそうです。へえ。タオルを投げてもダメですよと、まだ試合終わりませんよっていう国もあるそうです。問題はこちら。次の体操競技のうち男子にあって女子にはない競技は何でしょう。分かる気がする。1床運動、2跳馬、3あん馬。さあ皆さんお考えください。分かった。これは、はい、私昔体操習ってましたよ、司会体操。あ、そうなの。はい、多分自信あると思う。ほう。さあそれでは行きましょう。回答一斉にオープン。じゃん。中西さん3番アンバー、そして竹内さん3番アンバー、そして室瀬さんも3番アンバー、そして笠原さんも、あ、笠原さんは1番床運動。一人だけ床運動でございます。いや、アンバーでこうアンバーは見たことありますし、跳馬も見たことありますし、床運動がちょっとよくわからないので床運動にしたと。正解はこちら。イエーイ、3番アンバでございます。ということで笠原さん以外正解でございます。男子は床運動、跳馬、鉄棒、平行棒、釣りはアンバの6種目、うん、で女子は4種目なんです、うん、床運動、跳馬、段違い平行棒、平均台の4種目。平均台見たことあるな。そう、女子に鉄棒や釣りはあん馬がない理由は単に男女の筋肉の差を考慮しているからと言われていると。だからあん馬とその釣りは、うん、腕の筋肉のあれで絶対女子はできない、そうそうそう、絶対っていうのはあれだけど、うん、女子よりは男子向きっていうの。あ、だからもうなくしてるんだ。問題はこちら。スポーツの日本代表チームにはサムライブルーや龍神日本など愛称がありますが、札幌五輪で活躍したスキージャンプの日本選手団の愛称といえば何？分かんない。3択になっております。1分かった、若武者ジャパン、2日の丸飛行隊、3ムササビジャパン。さあ皆さんお考えください。どうぞ。大丈夫じゃない。さあ皆さん書けましたか。大丈夫。あ、それでは回答一斉にオープン。じゃん。中西さん3番ムササビジャパン、そして竹内さん3番ムササビジャパン、はい、そしてエブロスさん3番ムササビジャパン、そして笠原さん2番日の丸飛行隊ということで、3人と1人にまた同じ構図に分かれておりますけども。私ちょっと聞いたことあるんですよ、これだけは。ムササビジャパン、はい、ほう。だってスキージャンプの飛び方の形がまずムササビと一緒じゃないですか。確かに。さあそれでは正解発表しましょう。はい、正解はこちら。
2番日の丸招待でございます。ムササビジャパンはハンドボール日本代表男子の愛称、そして若武者ジャパンは日本代表チーム の、 その大学野球男子。あ、じゃあ全部はあるんです。あるんです。で他にもね、サッカー日本代表女子はなでしこジャパンとか、それが良かった。野球の日本代表侍ジャパン、シンクロナイズドスイミング日本代表はマーメイドジャパン、札幌五輪では日の丸飛行隊が正解でございました。ということで勝ったおめでとうございます。問題はこちら。漢字でこのように書くスポーツは何？何ですか？あ、分かった。書き問題でございます。3択はございません。そう、なんて読みます？読み方はもう普通です。門球。さあ皆さんの答えを見てみましょう。回答一斉にオープン。中西さんバレーボール、そして竹内さん室瀬さんがサッカー、そして笠原さんがバスケットボール。バレーなんかこうサッカーゴールが門でそこに入れるって最初サッカーかなと思ったんですけど、なんかやっぱりサッカーも私も知ってたんで、はい、他になんか何か門みたいなものに入れる球っていうスポーツがないかなって考えて分かりましたね。バスケットボール悩んだ一瞬。バスケ、自信ある。これ書いたじゃんバスケも、はい、正解はこちら、ゲートボールでございました。ということで竹内さんが描いてる絵、その右上っていうのかな、ゲートにボールだ。そう、やったことあったもんね。やっぱり正解率ちょっと下がってきたかなっていう感じは。いやいや2周目はね、もうほんと難しい。難しかった。知らないもんだって。モンキュー絶対バスケじゃんね。はい、違うんですよ。さあということで今回は以上でございます。はい、また次回皆さんお会いしましょう。さよなら。さよなら。バイバイ。さあ見ていただきましたが、はい、どうでしたか実際にやってみて。実際にやってみて、はい、でも結構難しかったですね。そうですね、本当に難しかった。私も5問中3問正解しましたね。私も5問中3問正解しました。一緒です。私あの最初 の、 あのこうラグビーのやつあったじゃないですか、1問目の、はい、あれあのこっちでこの VTR ではこう試合終了 2番の試合終了って書いてたんですけど、そうですね、こっちでは1番って書いてましたね。うん、ちょっと頑張りたいと思います。すごく好き。マイコーディネート。はい、このコーナーではですね、私たち MC の今日のコーディネートを紹介したいと思います。はい、ではまず私の今日のコーディネートです。今回のテーマはですね、春っぽさです。こちらが春っぽさがポイントになっているんですけど、お気に入りはですね、この普通の肩出しではなく、こう来てからのちゃんとここになんかちょっと区切られてるよっていうのが私的にすごく好きだなって思ったことと、あとですね、あ、そうだ、ここの指の部分が穴が開いてるんですよ。こうちょっとさ、肌寒くても安心だよって、これが今日のポイントです。どうですか？はい、そうですね、あの私の今日のコーディネートは、はい、あのテーマっていうテーマはないんですけど、うん、あの私普段シャツをあんまり着ないんですね。そうなんです。なんですけど今日は珍しくシャツを着ているのがポイントかな。大人っぽいなって思いました。ありがとうございます。おやすみ。エンディングです。今回の MC はこの2人でやらせていただいたんですけど、はい、どうでしたか？そうですね、あの私結構、はい、あのなんですか、ハロステとかでテンション高く喋るのちょっと苦手なんですけど、うん、室田さんがすごくテンション高くて面白かったです。ありがとうございます。私はですね、あの和田さくら子ちゃんとはあんまり話す機会がなくなっちゃったんですけど、あの違う別々のグループになってしまったのでなくなっちゃったんですけど、こういう風に話す機会ができてとても嬉しかったのと、ふわふわした雰囲気があるのでね、気楽に話せました。さて、それではですね、次は誰と MC がしてみたいとかあったりしますか？
そうですね、私はモーニング娘。17の加賀楓ちゃんと MC やりたいなって思うんですけど、そうなんです、カイディとはハロプロ研修生の同期で、うん、あの楽屋とか何ですかステージじゃないところなら、うん、たまに話したりもするんですけど、そうだよね、見る結構、でもステージ上とか、うん、あの何ですかカメラの前とかであんまり絡んだことがないので、うん、そうだね、そうなんです、ちょっと見てみたいかも、はい、やってみたいなって思います、はい、私はですね、あのジュースジュースの上村あかりちゃんとやりたいなと思いますね。私はこれは結構前から言っているんですけど、ぜひ実現できたらいいなと思います。はい、それではここで次回のハロステの MC を私たちが発表したいと思います。はい、事前に描いた絵を、見せたいと思います。はい、それではいきます、せーの、じゃーん。さて、こちらは誰か分かるかな。それね、前髪がちょっと分かれてる感じだよね。そうなんです、このちょっとセンター分けみたいになってるんですけど、うん、そういうわけではないですね。そうではない、はい、あ、ちょっと分かったかもしれない。分かりますか。え、多分自分的にだいぶ似てます。でもホワイトでしょ。はい、ホワイト、ホワイトですっていうのでちょっと分かんないわ。はい、でメンバーカラーホワイトいないしなっていう感じ。メンバーカラーはちょっと関係ないですね。関係ないか。でもホワイトなんだ。あ、分かった、ちょっと肌の色かな。あ、そういう感じだね。そういう感じですね。あ、ちょっと分かったかもしれない。私はですね、このポイントは、はい、あのやっぱここのあの英語の部分と、あとやっぱこのピアノの部分、ピアノに見えるかな、ピアノの部分ですね。あとちょっと髪型、最近ちょっと何をどういう感じなのか分かんないんですけど、私が見たことあるのはこれが結構イメージが強いです。多分分かりました。分かりますよね、はい、結構ヒント出してるんでね、結構この色だったりとか、はい、もうこれが正解です。はい、次回はこの2人が MC を担当してくれます。お楽しみに。はい、今回の MC はですね、アンジュルムの室田瑞希と株式ファクトリーの和田桜子でした。またお会いしましょう。バイバーイ。